苦しさを経ての一瞬の喜びのためにやるわけですよね。一度やり始めたらもうこれ以外のことはできないぐらいのその魅力というか魔力があるということも言ってたじゃん、そうですね、それは事実で、やっぱり喜びを感じられるんですよね、多分多くの人たちが楽しいは感じられるけど喜びって感じられてないと思うんですよ。でその喜びというのはやっぱり苦しみがないと喜びって訪れないんですよね。だからスポーツ選手の人たちもそうでしょうし、苦しさを経ての一瞬の喜びのためにやるわけですよね、ちょっとそうだよね、病的にいつも考えてるよね、病気なんだけど、でも寝ても覚めてもなんで、プロ中のプロとは どういう領域にいるのかというか、だから例えばお芝居があって、要はアクションって言いますよね、それでカットって言いますよね、で監督の仕事ってカットって言った後にじゃあもう一回行こうっていうのと OK ってその二択しかないんですよ。もう一回って言うんだったらじゃあなんでもう一回なんですかってなるわけじゃないですか、説明しなきゃいけないだし何かが違うわけですよね、まあ監督としてはそれを指示しなきゃいけないわけですね、もうちょっとこうしてください、こうしてください、でそれは非常に僕の主観から来てるんでもう極めて曖昧なものなんですよ、極めて微妙な 0. 何ミリの話みたいなことをやっぱりそれをちゃんと理解してまず理解できるかというのが一つ、でそれを実行できるかというところはものすごい技術がないとそれはできないんですよね。だからモーガン・フリーマンとかそのようなレベルの人たちっていうのはそれを 0. 何ミリ単位で刻んでくるんで、こういう領域があるんだなっていうのを見せていただきましたよね。なるほど。これ最後の映画っていうのがすごい気になったんですけど、プレスリリース見てたら、絶望の果てにもういいやっていうふうに思ったのか、そうじゃなくて一旦そのクリエイティブから離れたいっていうことだったのか。そんな簡単に言えなくて、自分の中でものすごく揺れ動いているのは確かであって、本当に愛しているし、この芸術というものをまた映画ものづくりってことですよね、本当に愛していることであるんですけれども、でもこれ以上やったら自分が壊れてしまうっていうのはすごく思いますよね。ちゃんと宣言してやめますって言わない限りやっぱりわからないんだと思うんですよ、本当にこれを愛してるのかどうかっていうことが。もうヘトヘトにもなったし、で一旦区切りをつけなきゃいけないというか一回つけてみたいと思ったわけですか。振り返って自分が何を求め続けたのかっていうことだと思うんですよ、純粋なものを求め続けたんだと思うんですよ、純粋ピュアなものを求め続けた、でもそれが手に入らなかったんだと思うんですよね、まだ手に入れる、それは僕の能力なんだと思うんだけど、追い求めて追い求めて生き方もそうだし、人との接し方もそうだし、作るものもそうだし、この社会と世界に対して求めるものもそうだけども、どこかでピュアなものが欲しい、ピュアなものの中にいたい、なんか純粋にそのピュアな領域に行きたいっていうのがあって、でもそれが僕の中での本当の衝動があって、そこに向かってたんだなと思いますよね。よくよく考えると本当にもう10代からこんなことやってるわけで、創作の考え続けて生きてきていて、で今55ですけれども、もうすぐそうなると、よく考えると他のことやってないなっていうのがあるわけです、そうだよね、逆のこと言うと、なんか違うことをやってもいいのかなっていうのを逆に思っちゃう。違うことが探すってこと？分かんないですよ、何が。全く分かんない。全く違う、例えば投資家になったりとか、ね、でもいいと思うし、
サラリーマンになってるのもいいかもしれないし、学生になるのかもしれないし、分からない、何もしないのかもしれないし、なるほど、それ決まってないです、全く決まってない、何も見えてないし、人生で初めてここまで見えてないじゃないですか、やることが。まあ、どちらも苦しいも喜びも経験して、ただそれ以上の喜びを見つけようとしてるのかもしれませんね。分かんないですよ、今ふと思いついちゃったけど。まあ、いろんなことがあって真面目だから、ああ見えて傷つくこともいっぱいあるんだと思うんだけど、英語の仕事を一区切りつけて、もう一回そこから解放されてっていう自分が決断したのは、あ、そうだったんだなと思って、なんかこういろんな思いを抱えてるんだなっていうのを改めて感じましたけど。